なあ、うないアナだよな。すげえ、本物の女子アナだ。生で見るとマジで美人だな。どうもありがとうございます。ではちょっと待ってよ。ねえ、写真とか撮っていい？記念にさ。そんなことより彼氏とかいるな。ねえ、俺たち立候補してもいいかな。俺とこいつどっちが好き？ねえ、急いでますので。それでは。おいおい、芸能人気取りかよ。つれねえな。あんまり俺ら怒らせない方がいいよ、うないさん。あの人アナウンサーなのか。絡まれてるみたいだし助けてやろう。おい、お前ら嫌がってるじゃねえか。え？なんだお前。嫌がってるなんてなんでわかんだよ。俺らには喜んでるようにしか見えねえけどなあ。その子が喜んでるように見えんなら、それがてめえらが嫌がられる原因だな。んだとおっさん。俺らは女子アナとお近づきになりたいんだよ。邪魔するならぶち殺してやる。ふかしてんじゃねえぞ。さあ、でやりますか。頑張りますか。来ねえのか。あっち来い。必殺。お願いします。よし、やるぜ。逃がしゃしねえぜ。かかってこいや。こら、黙らせてやる。出番が来たな。見さらせ。あちあち、俺の番だ。なんだよこのおっさん。まだやるか。やりません。すいませんでした。しょうもねえ連中で。大丈夫かい。はい、ありがとうございます。本当に助かりました。あんたアナウンサーなのか。はい、私 TBS アナウンサーの宇内梨沙と申します。俺は春日だ。春日一番よろしくね。しかし有名人ってのは大変なんだな。あんな連中に絡まれたりするのか。いや、有名だなんてそんな。でもまあ、たまにああいう方に絡まれることはあるかもしれません。この辺はどん底の街とか言われてるくらいだからな。用心しなよ。この後も仕事か。あ、はい、今からラジオの放送なんですよ。ラジオ？はい、 TBS ラジオで放送しているアフターシックスジャンクションっていう番組なんですけど、知りません？ああ、俺そういうの疎くてよ。あ、でも家にラジカセはあった気がするから、ラジオなら聞けるかもな。ぜひぜひ。もしよかったらスマホとかでもアプリで聞けたりしますんで、聞いてみてください。どんな内容なんだ？ゲームとか映画、音楽、漫画までいろんなエンタメを取り上げて熱く語る番組なんですよ。私も曜日パートナーとして出演してるんです。私が出るときはゲームの話が多いですね。私ゲームが大好きなもので。へえ、
ゲーム好きなのか。俺も昔すげえ遊んでたんだぜ。ずっと勇者になるのが夢だったんだ。勇者に。そうですか。いいですね。ちょっとヤバい人なのかしら。けど最近はゲームも全然やれてねえからな。そのラジオで勉強してみるのもいいかもしれねえな。ぜひ。今日助けられたこととかもラジオで話しちゃおっかな。ラジオで流してもらうほど大したことはしてねえよ。じゃあな、うないさん、気をつけていけよ。あとラジオ頑張ってな。はい、ありがとうございました。春日さん、ラジオか。久々に聞いてみてもいいかもな。家のラジカセで聞いてみるか。あとスマホのアプリでも聞けるとか言ってたな。せっかくの縁だし、ちょっと入れてみるかな。